ヒカキン TV Everyday。 ハロー YouTube。 どうもヒカキンとセイキンです。今日はですね、インターネットを見てたら、まあ、これとこれを混ぜると美味しいよみたいなね、記事で三ツ矢サイダーの中にアイスの実を入れて食べると美味しいですよと、いくつか記事を見つけたので今日は試してみたいと思います。で、アイスの実も3種類買ってきたので、どれが一番美味しいか、食べてみようと思います。溶けちゃう、溶けちゃう、溶けちゃう。そうで、まずですね、これ三ツ矢サイダーですね。これ皆さんのよく知ってる三ツ矢サイダー と、 あとアイスの実、ぶどう。そう、今ってアイスの実ってミックスじゃなくて、こう一個一個なんだろう、これは全部ぶどうが入ってる。で、これは桃で、これはパイナップル。これ3種類買ってきました。なんとなく僕はぶどうがすごい美味しそうだなと思うんですが、果たしてどれが美味しいんでしょうか。で、ちょっとね、トロトロするらしいんですよね。こうアイスの実が溶けてくる頃、美味しくなるみたい。それでは早速試してみます。じゃあもう入れちゃいましょう。うん、入れよう。うん、よいしょ。まずアイスの実をね、コップに入れます。うわ、いい匂い。まあ別に半分ぐらいでいいと思うんでね。久しぶりのアイスの実。10個ぐらい。全部入れんなまあ全部飲めんのかって話だもったいない、ちゃんと飲まなきゃね。こっちはうまそう、入ってねえし。うまそう、全部出ちゃった。全部出ちゃった。まあいいや、それは美味しそうだからいいとしよう。さあ、ビッグに行こう。で、最後これパイナップル。ここ、でも三ツ矢サイダーに全部合いそうだよね。うわ、あほとんど出ちゃった、ほとんど出ちゃった。まあいいや、ちょっと1個味見しとく。これしなくていいです。なんで味見する？アイスの実の味見しなくていいって。まずは味見大体わかります。はい、じゃあここに注いでいきます。注いでいきます。トク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 、斜めにしていないと炭酸がね、美味しい炭酸が抜けてしまいますから。おー、すごい、なんかサワーみたい。居酒屋のさ、おしゃれなさ、シャレオツななんちゃらサワーみたいになってるよ、これ。これ氷の役割をアイスの実が果たしてて、味のある氷だぜみたいなね。もう興奮しちゃってるよ、これ。はい、すごいね。じゃあ他もちょっと、じゃあ、はい、うん、入れましょうか。これ続きまして、パイナップル。パイナップル、おー、ちょっと、あー、悪すぎない。あー、下に、この下には、下には、この下には Wii U のコントローラーが Wii U、危ない見えないんですけど、実はこの下Wii U ね、Wii U もう炭酸用の、あれで、あれで大変なことになって Wii U がもう、まあいいや、大変だわ。これ最後に桃ですね。そっと入れよう。ギリギリ。最後にピーチですね。ちょっと少なめにしないと同じ繰り返してしまうからね。もうすでにちょっと泡が跳ねてるから、同じ失敗繰り返さない。炭酸が跳ねてる。よし、これでじゃあ飲んでみましょう、順番に。飲んじゃねえまずね、違う、まずは素材の味を確認しようないといけないそう、まずはそう、さっきあれだけ夕飯食ったというのにあ、まあまあまあ、そう、まあまあ、三ツ矢サイダーな。ろ過された三ツ矢サイダー。ろ過されてるな。うん。ちょっと溶けてるかな、これ。あ、ちょっと、色がついてきてるぞ。うん。だいぶね、溶けてきて紫がかってきました、三ツ矢サイダーが。トロトロしてきた感じがする。飲んでみます。とりあえず、ぶどういただきます。なんか、ポンデリングみたいになってんだけど。ほんとだ。ポンデリングになっちゃった。繋がっちゃってもん、これ。ポンデリングみたいなのって繋がって、あんま取れてね。どう、どうぞ。いただきます。僕から感想を、はい、あんま味薄いな。そうな。そうな。非常に薄いな。と同時に、なんか炭酸がちょっと抜けてる。吸収されたね。吸収されたのか、飛んじゃったのか分かんないですけど、最初に一口三ツ矢サイダーを飲んだ時の、危ない。大丈夫、大丈夫、大丈夫。ちょっとキーボードに、キーボードキーボードが大変だ。まあ最初、三ツ矢サイダー一口飲んだ時の炭酸の、50% ぐらい炭酸が抜けちゃったのと、抜けないようにできるのかもしれないけど、ただやっぱね、全部溶けないと相当味って一気に変わんない。あ、でもちょっと、ちょっと、濃いところがね、ちょっと。おー、濃いところ残ってる。あ、これいってみよう。これはちょっと変わったんじゃない？ポンデリングな感じを崩して。ちょっと時間がまだ足りなかった。あ、これはちょっとあれするんじゃない？あ、確かに、ぶどう三ツ矢サイダーみたいになったけど、
でもやっぱりね、炭酸はない。ほぼ。ほぼない。ちょっと甘いブドウジュースみたいになっちゃってね。もう一回ちょっと追加してみて。まあでも確かにどう見てもだって固形がすごい残ってるからそんなに溶けてないもんね。なんか、ちょっと強化されたかな。色が強化されてる。うん。溶けたやつが残って、あ、これが本来の紫。奥田キャキャ。これ実力出てきたね、これは。ついに。今回で溶けるってことだね。そういうことだよ。ん？あ、来た感じがする。来た。うわ、炭酸も強い。炭酸はやっぱ入れ方だね、これ。そう。お、溶けてきて、ほら。おー、よしよしよし。興奮してきて、興奮してきて。よしよしよし。うおー、乾杯乾杯。乾杯乾杯。うおー、よしよし。これ完全にポンデリングじゃん、これ。色的に。これポンデリングのなんかこう、あるよね、こういうのね。あんまチョコとかついてない、普通のポンデリングみたいな。くっついて、ほら、これもう完全ポンデリングって。どうでもいいか、どうでもいいか。溶けてね、多分味しないよね。だってブドウでこれだから。よっしゃ。自分でぶっ砕いてみた。お、ちょっと砕くと一気に濁る。わかった。もうほぼ僕答えが出ました。冷凍庫から出したばっかりのカチカチの状態のアイスの実にこうさーって注ぐと、あの溶けるまでにね、相当時間が食って炭酸が抜けて、その頃に溶け出してやっと味がついてきて。って感じなんで、やっぱなんか僕的にはちょっと砕いたりしたらすぐに一発目で炭酸も美味しくて味もちゃんと溶けて、濃い味になると思います。ぶどうは美味しい。うん、そうね。ほらほらほら、もうすごいことになってるもん、これ。ほら、ただまあ見た目はね、このまま入れた方が綺麗といえば綺麗ですよね。うんうん。まあ味がね、そもそも両方美味しいから、まあ混ぜてまずいわけないんですけど、うん、別々で食べたい。これまあ飲んでないんだけど。で、飲んでください。いただきます。これピーチ？うん。うわ、すっげえ溶けてきた。やっぱりそうだ、ほら溶けてもさ、うん、周りの殻みたいなのだけ残ってんの。うん、なんか、なるほど。中だけトロトロってなってて。そういうことか。味は中に入ってんのね。そういうことだね。うん。そう、これ分かりますか？ほら、外側の氷が残ってんだけど中だけトロロって出てて、砕けば多分すぐ溶けますね、これね。ピーチは全然味がしない。やっぱりそうです。全く味がしてこないぞ、これ。崩れてないから。うん。やっぱり、ちょっとなんかガンガンってやんないと、外側の氷が溶けないですね。わあ、わかって、やっぱりこれそう。砕いてから入れてみてください。こんくらいまでなったら完璧だね、これ、ほら。ドロドロ。ただね、これ結構難しいね、意外と。炭酸も活かして溶かすっていうのが。やっぱり最初に崩すしかない。高度なテクニック、そう。最初に崩さないと無理。味を一番美味しく飲みたい場合は、崩す。そう。見た目は重視の場合は、同じようにやればいいけど、味しない。うん、そうね。うまくいかんな。終わり。じゃあ終わり。うん。うん、トゥデイズヒカキンズポイント。60。トゥデイズセイキンズポイント。55。うおー。何だ、何だ、辛口だなと思って。あ、基本辛口ですよ、僕。まあでもね、これまず、まあ思ったよりやっぱ味薄いですね、うん。これだけ溶けてもめちゃくちゃやっぱり濃いわけではないのと、炭酸残しつつ味も濃くするやり方は、最初から砕かなきゃいけなくて、見た目は結局なんか、丸いまんまだと味がしないですね。難しいです、結構。はい、どうぞ。まあ普段ね、なかなかこういうことやらないと思うので、まあそういう意味では楽しめるかなと思うんですよね。普通の氷よりもやっぱり楽しいとは思うんですよ。夏とかはね、やってみるのはいいと思うんですけれど、ただまあ難しいね、やっぱりね。難しいっていうやつですね、いわゆる。まあ、ただね、ちょっとおしゃれに見えるかもしれないのと、あとお酒とかに入れても、うん、綺麗だし、ちょっと美味しくなるみたいなので、まあアイスの実を無駄にするかもというリスクを背負ってでもやりたい方はぜひやってみてください。うん、そうですね。バイ。バイ。私ヒカキンの LINE 公式アカウントができました。この動画の概要欄に友達登録できるリンク貼っておきますので、ぜひぜひ友達登録よろしくお願いいたします。その他 ID 検索でヒカキンと検索しても出てきますし、 LINE 公式アカウントの芸能人の欄にも載ってますので、ぜひ。それでは LINE でお待ちしております。たらく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 